まさかの最終回。奇跡の先に二人が選んだ結末とは。君が心をくれたから。どうしてこんなに涙が出るんだろう、と不思議に思うほど、毎回悲しく切ない雨と太陽の物語が、ついに最終回を迎えましたね。しかし、その結末は、大満足のハッピーエンドというよりは、そうなってしまったか、と最後の最後まで、自然と流れる涙を止めることはできませんでした。そもそも冒頭の言葉が太陽で、パティシエになってね、とか、絶対できるよ、とか、もうそれって二人が一緒にいる未来はないじゃないか。しかも彼の身に何かあったやつじゃないか、と予想してしまって、その段階から胸のざわめきは抑えられなかったです。それでも雨の最後の五感、聴覚がなくなるまでの一週間が、放送開始から5分程度で過ぎていったので、これはとんでもない奇跡がまだあるんじゃないか、と、わずかながらに期待したのですが。結果は、太陽が命を差し出し、雨に五感が戻ったということで、よかったと思うのですが、心に大きな穴が開いた気分ですね。これには X でも、嘘でしょ?と信じたくない意見や、まだまだ奇跡を諦めない、と最後まで二人が一緒に過ごす未来を願う意見が多く、本当に感情が忙しかったですよね。最終回に向かうにつれて、君が心をくれたからとはどういう意味なのか考えていましたが、最終的に雨にとって太陽が心をくれたから、一分一秒を大切に生き、約束を叶えたということになっていて、これは雨の物語だったんだなぁと感じました。太陽と出会ったのも、恋をしたのも、奇跡を受け入れたのも、全部雨が自信を持って生きるためのように解釈してしまい、ちょっともやもやする気持ちはなきにしもあらずでしたね。太陽の花火を見れなかったのも、彼がいなくなってから見せるための条件だったんだと思うと、彼がいなくなることは最初から決まってたんだなぁと思い、さらに涙が溢れてきました。確かに一番最初で、本当はなくなってしまうところだったのを助けられた太陽なので、彼にとってはこの奇跡の3ヶ月に、後悔はないのかもしれませんが、家族である陽平や春日はよく受け入れられたなぁと驚きでしたね。それこそ春日は雨の五感はそのままで太陽は生きていてほしいとか言い出しそうなのにと思ってしまいました。雨もよく喪服とか着てお葬式に参列できるなぁと、ちょっと現実的に考えてしまい、その段階で彼が亡くなってしまったことを受け入れるまでの時間が早く感じて、より一層寂しい気持ちが増しましたよね。とはいえ、太陽にとっても、奇跡を使って雨が心をくれたから、彼女との時間を過ごせ、千秋とも話すことができて、花火も上げられて、すごく幸せな時間を過ごせたと思うので、タイトルはここにもかかっているのかなぁとも思いました。でもやっぱり、いなくなっちゃったのはめちゃくちゃ寂しいですよね。雨が太陽の花火を見れても、パティシエになっても、もう彼の声は聞こえないし、新しい約束はないし。きっと、他の誰かと一緒になるなんて無理でしょうから、これから長い間一人で太陽の思い出と共に生きていくんだろうなぁと思うと、
それはそれでさらに切なく、雨の笑顔に対して晴れやかな気持ちにはなれなかったのが正直なところですね。それにしても、雨が聴覚を失う時間を嘘をつき、自分の気持ちだけ伝えるだけ伝えて暗闇に行ってしまうだなんて、気持ちはわかりますが、太陽に相当深い悲しみを刻み込む出来事でした。しかも結婚してなかったわけですし、あのまま太陽がもし生きる選択をしていたとしたら、ずっと廃人のように過ごしてしまったのではないかと、ふと心配になってしまうほどでした。そして司は相変わらず辛い役回りをしていて、描かれてはいないですが、きっと太陽が雨に伝えてほしい的なことを言ったんだろうなぁと思ってしまいましたよね。からの、太陽からのボイスメッセージは、こんなの聞いたら絶対泣くってわかっているのに、耳を塞ぐわけにもいかず。でも、もういなくなってしまった太陽の声が聞こえたことが嬉しくて、それだけでも涙が出てきましたね。悲しい結末にはなってしまいましたが、雨は傘に入れてくれてありがとうと言い、太陽は傘に入ってくれてありがとうと言い、なんだか本当に優しい愛のあふれた世界が広がっていて、だからこそなんで一緒にいられない運命になってしまったんだよと、放送が終わってから悶々と考えてしまいます。本当にやりきれない気持ちはいっぱいなんですが、奇跡はたくさんのことを教えてくれて、二人は本当に大切な時間を過ごしたんだよなぁと思うと、雨が太陽の心と一緒に生きていく選択をしたのは、納得のいく結末ではありました。雨は約束を果たし、その周りには、ミサンガや第二ボタン、そしてお店の名前は、サン&レイン。いろんなところに太陽を感じるところがあり、二人の永遠の愛を感じて、ジーンとしましたね。太陽も約束通り天国の雨を降らし、彼女は二人の思い出の赤い傘を差す。この上ないくらい綺麗なお話ではあったなぁと思います。最初の事故の時、そのまま太陽がなくなっていたら、きっと雨はパティシエになっていなかったでしょうし、もっと悲しい気持ちだけで、うつうつと生きていたでしょうし、太陽も悔しい気持ちだったことを考えると、これでよかったなぁと最終的には思うことになりました。長崎の情景を舞台に繰り広げられた二人の愛の奇跡。思い返せば五感を失うことを通して、本当にいろいろなことがありましたよね。でも雨はマカロンを食べてもらえて、告白もされて、恋人になって、結婚して、雨って呼んでもらえるようになって、一緒に過ごし、本当に幸せだっただろうなぁと、今だから思いますね。それは太陽も同じで、この二人だったから、こんなに幸せな時間になったんだろうなぁと、改めて思いました。奇跡に対して二人がどう対応するか。草加の時は女性の方が受け止めきれずいなくなってしまい、お互い長い間苦しむことになったので、天とやらが奇跡で何をしたかったのかが最後にちょっと分かった気がしました。五感が教えてくれたものがこの作品の中にたくさんあって、二人の物語を見ながら、こちらもたくさん想像して、一つ一つ、一分一秒、大切に過ごそう。そして、
大切な人をもっと大切にしようと思える作品だったなぁと思います。では、また次の月9ドラマでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。